1986年ホールがオープンしたその、あのシリーズで、あのセントルイス・シンフォニーとスワットキッド式でメンデルソンのコンチェルトを演奏しましたけれども、そうですね、その前はまだ日本で演奏した数も少なかったですし、あのこう新しいホールに来て、そしてあの東京で演奏した時にとてもエキサイティングだったということを覚えていますし、実際にあのサントリーホールというのがあの全く何も知らない、もちろんあのオープンしたところですので何も、ね、知らないところで、ステージに立って、それでとても弾きやすいところだと、それはとても感じたのを覚えています。スペシャルステージのように特別企画となってきますと、コンサートでこう演奏するだけでなく、その前からいろいろなミーティングだとかいろいろなあの、まあ、打ち合わせがありますので、ホールの方々との話し合いとか協力し合ってれるんだなという感じがあのできますので、あのそれはとても私はいつも楽しいというか、プロジェクト の、 あのとても好きな、のところなんですけれど、アクティブシニア のコンサートとか大ホールの方であの必ずコンサートの前に、あの入っていたプレコンサート、あと教育プログラムなのでマスタークラス、それにまたあのコンサートといってもなかなか一晩全部自分が演奏するというような、コンチェルトですと大体あの1曲だけですよね。で多くても2曲になる時はありますけれども、でも大体が1曲、それを今度はあのバッハ あのコンチェルト2曲、そしてまたベルグ、そしてシュニツケというあのワンイブニングであのたくさん演奏したコンサートもありましたし、リサイタルでもあの現代プログラムと、まあ、割合とあのロマン派 あのプログラムというのがありましたし、音楽をやっていてあの演奏家の中でやはりあの日本のホールといえばあのサントリーホールというのがまずパッと出てきますけれども、あの私個人的にあのとても温かい音のするホールだなと思います。サントリーホールはサントリーホールですよねそれほどやはりサントリーホールというのが一つのスタンダードになっているのではないですか。あの今考えてみると、あの同じ曲をねあの何回か、演奏したことのある数少ないホールだと思います。私にとって、メンデルソンのコンチェルトだったり、あとシュトラウスのソナタであったり、あの数回こちらで演奏しているので、あのとてもそれは自分自身にとって割合と稀なことなので、珍しいことなので、あのとても何かサントリーでの演奏を通じて何か、まあ、どのように、ね、変化しているかというのは私には分からないですけれども、でもあの自分自身の変化しつつある姿があのサントリーにあるのではないかなと思います。